はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書7章テスト対策やっていきます。で、今回ね、この3問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。まだちょっとね、喉が治ってなくて声がちょっとおかしいんですけど、そこはお許しください。で、今回は立方体じゃない、直方体ですね。立体の、それと、三平方の定理が、まあ、コラボしてる感じの問題なんですが、まあ、425っていう、まあ、それぞれね、横が4センチ、で、奥行きが2センチの高さが5センチと。で、I っていうのは、直線 CE 上なんで、E と C、まあ、奥の方ね、結んで伸ばした時のここにあると、I は。で、EI、こっから I までが10センチになってる。で、J っていうのは、その I から直線 EG、EG でここね、ここを伸ばしたところとぶつかるところにまっすぐ下に下ろしたものだよ、というやつ。ちょっとね、想像しにくい形にはなってるんですが、まあ、やっていきましょう。で、まず1番は CE ですね、の線分長さを求めたいと。で、CE に関しては、これは直方体の対角線になります。立体がね、ちょっと直方体に見えにくいんですけど、これいこうか。まあ、立方体も同じね。ティッシュ箱あった時に、ごめんよ。例えば手前のここの頂点と奥のここですね。この関係、こことここを結んだのが、なんだ、対角線になります。もちろん、こことこことかでもいいんだけど、いいかな。これが対角線になる。場所的には。ちょっとわかりにくいかな。で、まあ、これは公式を使っていきます。まあ、公式通りでいきましょう。対角線求めるには、まあ一応2乗つけていこうか。対角線の2乗は、その立方体の縦、横、高さをそれぞれ2乗して足します。つまり、まあね、全部1個ずつ。4の2乗、16足す、22が4足す、55、25っていう。こうなる。で、これを足すと45ですね。45。で、ここの2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつくと。で、まあ、これはね、もう先に長さにマイナスはないから、もう、プラスだけにします。ルート45。で、45っていうのは 9×5 なんで、3ルート5に直せて、まずこれが答えになります。いいかな？まあ、これは教科書載ってると思いますんでね、これ公式通りやっていってください。では次に三角形 CEG の面積を求めに行きます。CEG ですね。一応引いちゃいますか。これは、この、ここですね。この部分の三角形。で、まあ三角形の面積を求めるためには、底辺かける高さ。どこを底辺、どこを高さにするかがポイント。で、底辺と高さに関しては90度の関係になきゃいけないと。垂直になってなきゃいけないから。で、今回この三角形垂直、ここにあります。垂直になってると。だから、EG と CG を底辺高さにすればいいと。で、CG に関しては、これ高さの部分なんで、AE と同じだね。だから5センチって分かってる。ここは。じゃあ、あとは EG 求めたいなと。で、ここをまず求めに行きます。で、EG に関しては、これは三平方の定理で勝負するんですけど、下のね、ここの三角形、EGF か。ここを使っていきましょう。書き出すか。こういうね、ちょっと咳払いがちょっと多くなっちゃって申し訳ないんだけど。こっちが E で、奥が、こんな感じかな。で、ここもともと90度だからね。90度になってると。で、EG が欲しいんで、まあ、ここは X って置いておくと。で、GF に関しては奥行きだから AD と同じなんで2センチ。EF に関しては横と一緒なんで AB と同じだから4センチと。こうなる。で、まあ、3F を使えるね。つまり、斜辺。X の2乗イコール、四四16足す。2人が4で20だと。で、これ解くと、x イコールルート20。ルート20は、2ルート5ですね。4×5 だからね。つまり EG が2ルート5って分かりましたと。だから、底辺、2ルート5。ちょっと幅開けるか。答えがね、見えにくいね。底辺2ルート5。高さがさっき言った CG の部分ね。5。で、忘れずにね、三角形は面積2分の1をかけなきゃいけないから、ここ、約分すれば、
面積5ルート5と、これで終了となります。で、3番ですね。3番最後に IJ を求めたいと。ちょっと同じ文字使っちゃうけどごめんね。こう X にしましょう。で、これはですね、どこを使っていくかっていうと、この飛び出てる部分、ここまで繋げたここの三角形について考えていきます。で、これも当然ここ90度になってるんで、三平方で勝負できたらいいなってのもあるんですよ。 EI に関してはここ10センチってもともと与えられてるからね。で、あとは EJ が分かれば三平方で勝負ができるんですけど、ちょっと EJ が厳しいんですよ。出すことはできないことはないんですけど、じゃあどうするかっていうと、これうまくね、ここを使います。これ CG の部分通ってるんで、もちろんここ、まあ、こうやって書ける図形としてはね。で、 CG も垂直なんで、こいつとこいつ当然平行ですよね。まっすぐ下に下ろしてるから両方とも。で、こうするとどっかで見た相似の時に勉強した比の計算で勝負ができます。いいかな。で、ちょっと書き出しますね、せっかくなんで。3番状況としてはこんな感じかな。ここに E がいて、 G の J で、 I で C か、ここ X で、ここ5って分かってる。で、下はちょっとね、EJ が使えないんで、下は厳しい。じゃあ、この斜めのとこ行こうって思ったら、ここ10でしょ。で、EC に関しては、ちゃんと出して、C が、1まで出してるから、こう3ルート5なんだよね。そうすると、これ、相似ですよね。このちっちゃい三角形と大きい三角形は相似になってるから、辺の比の計算ができると。つまり、こっちから行こうか。5対 X。ちっちゃいのからね。5対 X イコール3ルート5。対10というね、計算式ができますんで、あとはこれ中中外外やっていくと、3ルート 5x イコール外が50か。で、これをちょっとめんどくさいね、3ルート5で割るとこうなります。これ、あー、右ちょっと入んねえかな。これ下有理化しなきゃいけないんで、ルート5をかけましょう。上と下にね、こうやって。で、ルートっていうのは、同じものをかけるとルートが外れます。つまり、ルート5かけるルート5、この部分ね。これ計算すると5になります。ルート外れるから。だから3かける5なんだけど。で、5と50が約分できるので、こうやってやると10になる。つまり残ったのは、3分の10ルート5っていう。これも約分できないからね。これで終了となります。いいかな。ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。